サーネビル・マリナーは、イギリスの指揮者、バイオリニスト、イングランドの林間出身、王立音楽大学に学んだ後、パリ音楽院に留学した。フィルハーモニア管弦楽団やロンドン公共楽団のバイオリン奏者を歴任し、サーストン・ダートとジャコビアン・アンサンブルを結成するが、その後メイン州ハンコックに留学して、ピエール・モントゥーの音楽学校にて、指揮法を学ぶ。 1959年にアカデミー室内還元楽団を創設し、長年その指揮者を務めた。1969年から1979年までロサンゼルス室内還元楽団を指揮し、1979年から1986年までミネソタ還元楽団の1983年から1989年まで、 シュトットガルト放送公共楽団の音楽監督を務めた。1985年にはナイト号を授与された。1992年よりカダケス管弦楽団の首席客演指揮者の任についている。1972年アカデミー室内館と初来日している。上記以外にも NHK 公共楽団の定期演奏会への客演、ロンドン公共楽団。 フィルハーモニア還元楽団、アムステルダムコンセルトヘボー還元楽団、シュターツカペレ・ドレスデンなどとの録音がある。レパートリーは幅広く、バロック音楽から古典派音楽に始まり、チャイコフスキー、レスピーニア、バルトークも指揮、録音している。映画、アマデウスの音楽を担当し、そのサウンドトラックには、マリナー式のアカデミー室内還元楽団による演奏が用いられている。 弦楽合奏曲に特に強い思い入れがあるようで、イギリスや北欧の弦楽作品は、バロックやモーツァルトと並んで、マリナーとアカデミー室内間の主要なレパートリーとなっていた。2016年10月2日、死去、92歳ボ打つ。マリナーは膨大な数の録音を行っていたことで、広く知られる。以下にマリナーが取り上げた作曲家を生都市順に並べた。 A.B. 氷電、ネビル・マリナーさん時代を隠した音楽家鈴村雄介研究ブログ2016年10月3日サッドニュースネビル・メリナーイズ・ゴーンアット92スリップドディスク2016年10月2日ありがとうございます